はい、質問です。浅木さんだけじゃなく、いろいろなお金持ちの方の本を今読んでいるのですが、お金も人間関係も自分の愛とエネルギー交換という感じで捉えているのですが、私の器が小さいのと、もともと人が嫌いなのもあって、どうしたらいいかなと途方に暮れています。自分らしく相手に負担をかけずに愛を与えるのは、やはり爆発的なメリットを持っている人しかできない気がするのですが。ああ、なるほどね。まあ、私の器が小さいのともともと人が嫌いなのもあってどうしたらいいのかな。まあこれね、大半の人は人が好きじゃない、人が苦手じゃないって私書いてるんですけど、やっぱって面白いよね。この日は憧れ？嬉しいのか？ね、外食した、やっぱね、外食って量が多いんだよね。美味しくて食べ過ぎちゃうんだよね。少なければね、太らないかもしれないけどね。そう。で、ちょっとこっちの質問に行きますけど、私ね、その、もともと人が嫌いっていう人に、今まで高校生とかでも何十人何百人も会ってきたんだけど、特にうちのオンラインサロンとか講座とかって、マジ女の園じゃん。しかもなんかこう気の強そうな、ちょっといかにも悪の強そうな女性たちがすごい集まってるのが写真とかコメントとかでももう見て取れちゃうから、だいたいこう入ってくる人が、なんか本当にこんな女性軍団の中に私入ってって大丈夫かなと思ってますみたいな、絶対馴染めないと思うみたいな、なんか女性グループが本当に苦手でとか、今まで友達が、女性の友達がほとんどいなかったみたいな人がすごい、多いんだけど、それでも、なんかここだったら大丈夫だったって言ってくれる人がすごい多いから、多分ね、もともと人が嫌いっていうのはね、大体そのもともと人が苦手っていう言いがちな人の特徴が、すごくこう、なんだろう、人に気を使っちゃうタイプの人なんだよね、逆に。気遣いしちゃう。なんか、人といるときに自然体でいられる。要は自分一人でいるときと誰かというときの自分が全然違うから、気遣いしちゃって、人が嫌いみたいな感じになってんだと思うけど、要は人といるときも自分一人でいるときと同じぐらいの緩さでいたら、そんなに人が嫌いってなんないと思うんだよね。そもそも論でね。はい。だから、まず、もともと人が嫌いっていうのは、なんか、なんだろうな。そういう、生まれつきそういう体質なんですみたいな感じじゃなくて、気を使ってしまっていうところをちょっと見直すだけで、なんか解決できんじゃないかっていう気は結構する。そう。ザ、女の園。ね、やっぱ私もいなかった。怖い女子集団っぽいよね。怖い女子集団っぽいもん。本当に。そう。キラキラ女子ばっかだから。そう。でもみんなね、そういうこと言うけど、普通に入ったら平気なんだよね。そうそうそう、パーティー感もあったからね。そうそう、女の園苦手だったけど、大丈夫でしょ？大丈夫だったでしょ？そう、意外と風通し、良いでしょ？そう、そうなのよ。だからね、これはね、なんだろう。女の園が苦手なんて、多分やっぱりさっきも言ったように、行間を読むというか、気を使い合う関係性はしんどいよね、やっぱりそれは。女でもしんどいから。そう。だから人前でもなんか普通だと、あんまりね、苦手とか女の園であっても大丈夫だったりするっていうのもあって。あとこの器が小さいっていうのも、多分ね、そんなことないと思うんだよね。だって、この質問者さんは、なんか自分は器が小さいし、人が嫌いとか言っときながら、でも私に、このメールで質問をくれるって、結構だと思うんですよ。なんか、なんていうの、やっぱりこの質問をくれるって私にとってはめちゃくちゃ大きなギブっていうか、すごいエネルギー交換というか、エネルギーを私に今くれてるんですよ。メール越しにね。すごい与えてもらってるから、私は。だから、こういう、器があるっていうのはね、全然なんか小さいって感じでもないし、あと本当に人が嫌だったらもう私のなんか本とかメール、私にも興味持たないと思うんだけど、そういうことを送ってくれてる時点で、やっぱり、私のことは多少好きでいてくれてるんだと思うんですよね、さすがにね。ってことは人嫌いってわけでもないと思うのよね。まあ、それね、
ね、私もね、私が結構仲いいと思った友達に、私って友達一人もいないじゃんって聞かれた時に、あ、そうだよね。そっか。でもなんかなんだろう、面と向かってこのなんだろうな、友達と思われてるであろう相手に対して、私友達いないからって言っても平気なんだっていうこともちょっと学んだね、その時にね。そう。本音だから楽。本音だったら楽なんだよね、多分ね。うん、そう。行間読むの結構大変だからね。そう。うん。だから、多分この質問者さんは、なんか自分ではそう思ってるだけで、多分、捉え直しっていうか、それこそさっきの自己肯定感の話で、え、なんか、これ、なんかもう、あ、こんなしかないと思うんじゃなくて、え、結構自分、さ、大きい方じゃないみたいに、自分さえ思えられば、自分さえ自分に甘くなれれば、全然こう、器が小さいとか、人が嫌いってわけではないと思うっていうのが一個と、あとね、やっぱりこの、お金も人間関係も自分ないとのエネルギー交換っていうのはまあ確かに事実で、で、ただその最後に書いてある、爆発的なメリットを持ってしかできない気がするのですがっていうところは、ちょっと一個、ありまして、何かというと、エネルギーって、雪だるまみたいなね、感じでイメージしてもらえるとよくて、出したものと同じものが返ってくるんだよね。なんだろう。だから、その、自分がこれぐらい与えたら、これぐらいが返ってくるでしょ。で、このぐらい与えたら、このぐらい返ってくる。で、もっとこのぐらい与えたら、このぐらい返ってくるっていう感じなんだけど、それを、もともとだから何もなくても自分は出せるのはこのぐらいでしょ。で、これぐらいあげたら、要は1出すと1返ってくるわけですよ。で、ってことは、もともと自分は1持ってて、で、今1返ってきたから、今度2が出せるんだね。で、2出すと2返ってくるじゃん。そうすると、今度その2と2を足して4を出せるわけ。で、4を出すと4返ってくるでしょ？そしたら4と4を足して8を今度出せるようになる。みたいな感じで、だんだん、こう、大きくなっていくわけよ。倍々ゲームで。だから、いきなり100を出そうじゃないと帰ってこないって思うから、その自分にそんな100もエネルギーないんですっていう話になっちゃうと思うんだけど、まずはその1を出して1帰ってくるっていうのを体感するっていうところから始めていくのがいいんじゃないかなと思うのね。うん。そうそう、そう、結局ね、器の大きさもね、自分で、大きいと思ったらもう大きいんだと思うんだよね、私は。うん。そう。エネルギーは雪だるま。そうそうそう。そう、循環するために大きくなるから、うん。そう、そうそうそう、こんな感じで、こんな感じで。そう。だから、いきなり大きいものを目指すんじゃなくて、だからもう本当にこういうね、今、メールで質問1個くれたっていうのは、もう1だか5だか出してもらってるわけだから、で、私は今このライブで、まあ5を出しますよ。そしたら、これ今、ライブ130人ぐらい見てくれてるんで、それが今結構私がもともと持ってるエネルギーが、例えばこのメールくれたことで5だったとしても、私多分50ぐらい持ってるんで、そしたら55ぐらいで出すわけですよね。そうするともう130人ぐらいはそれ受け取ってくれて、で、またその130人がこうやってコメントとかで、こうやってくれるわけじゃないですか。で、帰ってきてるわけですよね。みたいな感じになってくから、うん。だから、こういうのを、繰り返していくといいんじゃないかなって思います。うん。はい。アナ雪、マジ神だよね。うん。そう。っていうわけで、はい。じゃあ今日もそんな感じで、質問5つ答えていきました。やっぱりこの、これがあるといいね。すごい自分も答えやすかったし、みんなも前より見やすかったんじゃないかなと思います。